こんばんは、幕末メロチャンネルでございます。まあ物がねこう溢れてる今の世の中でございますけれども、まあねスーパーとかね、行くとすごいね、本当にいろんなものがね山ほどあるね。なおかつね品揃えがすごいね。今頃はやっぱりねこの大きな会社の、ね、品物だけじゃなくていろんな地方のねまあ優れたやっぱり商品ってたくさんあるわけですよね。やっぱりそういうねこのちっちゃな会社田舎のね優れた商品がやっぱりスーパーにねいろいろと並んでたりして本当にもう質感も素晴らしいし、まあとにかく山ほどあるね。まあでも振り返ってみるとね私なんかちっちゃい頃は本当に物がなかったからね、もう信じらんないよね。とにかく白いご飯お米なんかはね基本的にはもう食べられなかったからね。だから大体その麦とお米と一緒のまあ麦ご飯っていうんですかね、だから体にはね良かったわけですよね、麦ご飯だから。それからあとねご飯にあれじゃがいもかな、こう刻んでね細く切ってね混ぜたご飯とかね、まあとにかく。それからおかずなんてのはまあねこう近くから買ったり自分の家で作ったりしてたから、まあね野菜とか果物とかそういうのはね豊富にあったわけですけれども、ただね本当にお肉なんてのはほとんど食べられなかったね。それから牛乳なんかもねなんかいつもなかったよね。たまに牛乳をねこう手に入れたりすると、へえ牛乳すごいな、こんなに美味しいんだなってね、本当にまあ本当に貴重な飲み物でしたよね当時は。それからね、バナナね、バナナは高かったね、本当にね高級品だったよね。だからまあ品物が少なかったんだろうね。まあそんなねやっぱり時代をねずっとこう通りながら今に至ってるわけですけど、まあねその物がない時代とこんなに物が溢れてる時代と普通に考えればねこんなに溢れてるわけだからたくさんある方が幸せなはずだよね。でも人間ってのはそうじゃないんだね。やっぱりこうね物があるとそれが当たり前になってねありがたさっていうのはなんか分かんなくなっちゃうね。それとあるからねおのずとたくさん食べちゃうわけだよね。とたくさん食べると体、まあ、食べ過ぎになるから体によく、良くないじゃないですか。だからねまあ医学がね発達してるからまあね今頃はこう長生きしてますけど、昔はね医学が発達しなくて薬もなかったからね、まあねなかなか長生きしてもねそんなにね70、80、90まで生きるっていう方は本当に少なかったからね。まあでも一番思うのはねこの物が豊かになってきてるけど、やっぱり物が豊かになってきてるのと人間のこの幸せな実感、これはどうもなんか反比例してるよね。まあよく考えれば当たり前だけどね、物がたくさんあっても幸せになるわけじゃないからね。やっぱり幸せっていうのは心の問題だからね。やっぱりその心の原点っていうのかな、心の発見っていうのか、その私はね大学の頃かな、ね、いろいろそういうねまあ宗教とかね
そういう心の問題に とっても 興味のある友達がいてね、その友達からいろいろと話を聞いたり、本をもらったり、またね、卒業して、まあ、浪人に入ってかな、入った時なんかもね、そういうことに関心のあるスタッフがいたりして、ね、彼からね、高橋真嗣さんという方が書いたね、心の発見、心の原点っていうね、本をいただいてね、それで読んで、いやー、すごいな、この人間の心っていうのは、やっぱり人間がどういうふうにね、この生かされてるか、生きてるんじゃなくて生かされてるかっていうね、この一番大事な根源的なことをね、ずっと書いてあるわけですよね。だからやっぱり、まあ今頃もそうですね、やっぱりこれはいつの時代も変わんないと思うんだけども、基本的にはその心のありようだからね、やっぱりそのものでは幸せになんないからね、絶対なんないから。一時はね、なんかこれもね、欲しかったやつが手に入った、これも手に入ったって言うんで、入った一瞬はね、なんかひょっとしたこうね、喜びなんだけど、まあそれも表面的な喜びなんだと思うんだけど、やっぱり心からね、心の充足感っていう、そういう喜びにはなかなかなれないよね。だから物はね、やっぱりこうすぐ飽きちゃうからね、どんな素晴らしいもんでも飽きちゃうからね。でも心はね、どん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 耕していけば耕すほどね、ね、奥深いし、いろんなことを感じるし、心の充実感が感じられるから、やっぱりこれからはね、この心の充実感をね、どういうふうにして豊かにするかっていうのがね、人生のテーマじゃないですかね。まあそんなことで、今後ともまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。